物語を書き進めるうちにキャラクターが独り立ちし、当初のプロットから離反し始める、そのような話をよく耳にするよね。果たしてこの時変容しているのはキャラクターなのだろうか、プロットなのだろうか。狐の書簡では変容しているのは読者としての作者だ。つまり当のキャラクターがそのような個性を有していたこと、プロットは本来そのような個性を受け止める場であったということを作者は書きながらにして読み理解し始めたということに他ならない。なぜこのようなことが起こるのかを、存在とは何かという根本的な問いに立ち戻って考えてみよう。存在とは木漏れ日であり、コーヒーの香りであり、幼児の柔らかさであり、赤の他人への親切である。これらは存在そのものではないかもしれないが、少なくとも存在の一つの形ではある。狐たちは木漏れ日の温かさがあることを通じてあることを知るんだ。ところで木漏れ日はそれがあるかどうかを問うまでもなくある。木漏れ日は作り出すものではなく出会うものだよね。逆に言えば、出会わない限りは存在を理解することはありえない。存在するということは出会う場が存在しているということだ。この存在との関わりを世界の世界性などということがある。生物が生きている限りは何らかの存在と関わるものだとすれば、この世界の世界性は生物の存在構造に帰属する。つまり狐たちは何かと出会い、その相互関係を通じて世界を理解するように宿命づけられているし、逆に世界を通じて自らが出会う何かを理解するように宿命づけられている。そしてこの宿命が自らの存在そのものを成立させている。さて、以上を踏まえると、物語における作者は物語世界の創造者であるが、当の世界の世界性はその世界を生きるキャラクターの存在構造に帰属しているということになる。キャラクターが様々な物事と出会い、関係を結び、経験を重ね、生き生きと動き出すとき、世界もその存在をあらわにする。ここでもし作者が当初のプロットからずれ始めたと感じるならば、それはもともとのプロットの理解がずれていたのだろう。作者は作者でありながら読者として世界を孤独していたということになる。しかしこれは仕方のないことだ。何かを理解するためには理解の足場となるものが必要だが、その足場はキャラクターによってしか与えられないのだから。つまりキャラクターは世界を先取りしている、作者よりも早く。これをキャラクターの先行構造と呼んでもいいだろう。キャラクターが存在しなければ、物それ自体の姿もまた存在しない。キャラクターが存在しなければ、こういうことは理解可能でもなければ不可能でもない。そうした場合には、世界の中に存在するものは発見されうるとも、隠れて存在しているとも言いようがない。もしキャラクターが存在しなければ、いかなる世界も現れないだろう。キャラクターを現存在に置き換えれば、ハイデガー存在と時間になるよ。ハイデガーに乗っかって言うと、キャラクターはその本質において世界形成的であり、世界を正規せしめるものであり、時間と日々の歩みをもたらすものである。キャラクターは世界内存在として自らの企てを世界に投げ込むことで世界を変容させることができるし、同時にその変容を引き受けることにもなる。キャラクターが世界に向けてどのような企みを持つのか、そして自身がどのような変化を遂げるのか、多くの場合これをプロットと呼ぶだろう。実のところキャラクターを離れてプロットが存在することがない以上、キャラクターがプロットを離れることはありえない。しかしキャラクター自身もまた世界と自分がどのように変化するのかを知らないに違いないのだから、これを温かく見守ったり、ちょっかいをかけてみたりするのは作者の特権かもしれないね。